OK、ナイスダメージだ。さあ、おっと、怒り出してくる。どうする？ OK、いけ、ゴー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 
皆さん、おこんにちはです。モンスターハンターストーリーズ研究家ミニオです。こちら序盤の雪のねマップにてちょっとレベル上げすぎてしまったがためにいろいろ支障をきたしておりますが、強くなりすぎてしまった男のストーリー攻略、こちらのボス編を見ていただけたらと思います。第1回こちらネルスキュラ、こちらの討伐模様ゴリゴリプレイご覧にいただけたらと思います。それではどうぞ。はい、まず神王がで、こちら初手なんでなんかスピード臭いけどどうしようか。とりあえずこっちもスピードでいってみるか。いや、テクニック。オッケー、オーマイバスト。いた。いや、もうこれは力でなんとかなるでしょ。まあまあいいダメージ出てるもんね。OK、V 破壊、ナイス。こいつ、針封じたら、あとはなんとかなるか？それテクニックなんで、これはパワー押しですね。ということで、はい。出番だ、アンジェラフ。お前は方向しか取り柄がないけど、頑張ろうな。パワー型はお前に耐えるしかない。何してんの？マジか！アユリア、ちょっと頑張れお前。とりあえず、強くなりすぎた俺たちを見せないといけないんだよ。お、ナイス。342、ナイス。いいぞ。オッケー、V 破壊2回目。どうだ？マッコーナイス。ブシュッ。521。さあ、こっから勝負だ。力比べでは絶対に負けねえ。なぜなら俺は16連射をしているからな。はい。これでライドン。ライドンタイム、ライドンタイム。あ、すいません。ここで、OK。とりあえず絆入れていこう。このゲーム、いかに相手の攻撃を潰していくかっていうことなんで、やっぱダブルアタックとこのね、絆タイム。これをうまくこのアユリアさんと合わせていくことが勝利への鍵ではないでしょうか。おっと、もうよだれ垂らしてるな。そろそろやばいね、これ。いやーさあ、いろいろあって、レベルがもうさ、このストーリーって44なんだよね。まあ、強くなりすぎてしまうのもちょっと問題かな。バブ。さあ、そろそろ決めるか？ナイスショット！というわけで、ネルスクリア討伐、お届けしました。また遊びに来てください。失礼いたします。